突然ですが、バンドやってると自然と力関係って出てきますよね。お、そうなの、はい、なるほど。まあそれがね、解散の原因になったりとかもね、結構ザラにありますけど世の中。なるほど。ちなみに2人バンドやってましたけど、はい、2人はバンド内でどういう立場でした？それで言ったら俺は結構仕切ってる側かもしれない。あ、仕切る側ね。なるほどね。こういう曲作ってきましたみたいな。じゃあ結構リーダー的な感じだ。そうだね。本田もリーダーだったけど、仕切れなかった側ですね。怒られてましたね。早く曲作れよとか。ああ。もっとちゃんとスタジオとかちゃんとしろよ。予約ちゃんとしろよ。じゃあ力はあんま持ってなかった。力は持ってなかったね。なるほどね。今日はですね、バンド内でとんでもない権力を持ってしまった人のね、エピソードを紹介していきたいと思います。おー、憧れる。持ってしまっただもんね。持ってしまった人です。じゃあ結構不幸な感じになってったってこと？それがどうなんでしょうかっていうね。なるほどね。権力をすごい持っちゃうとどうなるのかっていう話をしていこうと思います。はい。はい。まず最初。はい。間違えるたびに罰金。ファンクの帝王の超スパルタルール。おー、スパルタルール。はい、うん、まあね、うん、ファンクの帝王といえばあの方ジェームス・ブラウンですよね。へー、うん、このね強烈なカリスマはですね、うん、もうリーダーとしてすごい厳しいね規律をねメンバーに課してたんですよ。そうなんだ、うん、まずジェームス・ブラウンのバンドに入ったら、ミュージシャンはもちろんスタッフも全員ねミスター・ブラウンってジェームス・ブラウンのことを呼ばなきゃいけないんで。マジで？ジェームスとか言ったらもう絶対ダメだよ。へー、最初ですね、うん、呼び方からの、まあ、とにかくね相手にこう敬意をちゃんと表せっていうなんかね気持ちが強くて、ジェームス・ブラウン自身はミスターつけてたの？相手にあのねつけてたらしい。へー、あそこはちゃんと対等っていうか、ミスターとミセスってちゃんと呼んでたらしいよ。お互いミスターって呼び合ってるってことね。そうそうそう、呼ばせてるってわけじゃなくて、そうそうそう、そうピリッとさせてたんだよ。なるほど、ね、服とかにもねすごい厳しいルールがあるんですよ、うん、だステージ上の衣装とかはもちろんねスーツでこうビシッと決めるっていうのはもちろんですけども、うん、オフの時、例えば移動中とかもね、うん、スーツちゃんと着ないといけない。へー、うん、でちなみにね、もしだらしない服装してた場合、罰金なんですよ。マジで？うん、でジェームス・ブラウンの規律の中で一番有名なのがこの罰金制度でね、一番代表的なのがね、うん、ライブで演奏1回ミスるたびに5ドルの罰金。あ、うん、そんな何円罰金するんだよ。やばそう。ビクビクしちゃうよそんなの、ね、しかも例えばライブ終わって、うん、あなんかお前確認したら何回間違えてたから今回は何回罰金ですとかじゃなくて、うん、もうライブ中にミスった瞬間に、うん、そのミスったやつを指さして、うんうわ、サインなんだ、すごいの。そう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 。それでもそこで言われるのは助かるけどね。なんかライブ終わった後にさ、今日お前何回ミスったと思うって聞かれたら、まあ確かに。それすごい嫌だね。詰めてくる感じよりはまだいいかもね。でも5ドルならまあでもなんかまあ確かにそうかも。まあね。ちょっと可愛いもんなんじゃないですか。まあそれでね、実際給料が天引きされたらしいんだけど。ああ、なるほど。その、でも何回もやるからな、ライブもね。積み重ねあるからやっぱり。ああ、それはきついわ。うん。でもね、これですごいのが、ジェームス・ブラウンのバンドって楽器がいっぱいあるのに、うん、ジェームス・ブラウンって一瞬でこいつだっていうのをねちゃんと当ててたんだって。すごいね、指揮者みたいな感じだね。そうよね、そういうルールもあって、 そのそれぞれのパートがすごい緊張感を持ってすごいタイトな演奏してたと。でね、ジェームス・ブラウンすごかったのが、うん、それだけだとやっぱちょっと萎縮しちゃうじゃん。あ、本当そうだ、うん、緊張しちゃうし、うん、ミスったらどうしようってなるじゃん。 だから逆にメンバーがいい演奏したらね、うん、もう車1台ポンって上げちゃって、うん、うわ、そういうとこだね。そう、そういうとこだ。マジかよ、アメ打ちだわ。そう、アメ打ち、うん、そう、やり方はちょっとやばいけど、いいなぁ。アメとムチ使って、うん、そのうまく束ねてたんで、結局ジェームス・ブラウンは。俺らもさ、もっと緊張感必要だと思うんだよね、うん、撮影とかも。そうだよ、矢崎は例えば噛んだら俺そのためにやるから。それはちょっといいですよね。でもこの動画伸びたらその代わり車買ってよ。あ、オッケー、それいいよ、うん、言ったの。いいよ。何の車欲しいの？レクサス。ああ、いいよ、全然いいよ。全然いい、うん、全然いいよ。いいって。うん。言わないでよ。何これ。わ、ずるいわ。こういう逃げ方もあんだな。認めてしまうっていう逃げ方があるんだな。これ逃げなんだな。全然いい。失敗だね、これ。続いての話、はい、バンドといういわゆるね無法地帯に独裁者が君臨したらバンドってどうなっちゃうのっていう話ですね、うん、さっきのジェームス・ブラウンは結構成功してる感じだったよね。そうだよね、うん、今回はちょっと逆ですね。なるほど、うん、ちょっとルールもなくて、うん、だらしない、うん、
っていうのが誰かというとですね、ガンズ&ローゼズのアクセル・ローズ。そうなんだ、あんま人間性とか知らないわ。この人ね、もう本人がね、あのライブドタキャンしちゃったりとか。あ、そうなんだ、でなんかね、ライブ中になんかカメラ持って撮影してる客とか、お前許可なしで撮ってんじゃねえよっつって、もうぶん殴ってライブ中止になって暴動が起きるみたいな。ああ、いいね、ザって感じだね。そう、他にもね、ソロ活動してるメンバーにお前それガンズでやるべき曲だろって言って訴えちゃったりとか、メンバーを。やば。だそれで険悪になって脱退したりとか。ガンズってオリジナルメンバー5人いたんだけどね、それがね、アクセル・ローズ1人になっちゃったんだよね。独裁にもみんな耐えかねて。ああ、すごいな。でもそっからはね、アクセルの気分でメンバーをもう特会引っかえしてね、新しいアルバムをもう10年間出してなかったんですよ。そんなんだからね、ガタガタだからな。そう、ガタガタでさ。でもね、ある時からね、ニューアルバムがもうじき完成します、発言をね繰り返すようになったんですよ。それでね、もうみんなリリースをやっぱ楽しみにしてたわけですよ。すごい人気バンドの新しいアルバム出るんじゃないか。でもね、やっぱそんなめちゃくちゃなアクセルの言うことだから、もうアメリカ人もね、半分はもう信じてないみたいな、ちょっと聞き流したとこもあったんですよね。結局やっぱりアクセル言い出してから7年間アルバム出なかったんですよ。7年だから結局17年出してなかったんですよ。そしたらね、ついにこんなことを言い出すね企業まで出てきたんですよ。それがですね、アメリカのドクターペッパー社。あのね、ドクターペッパー社が言ったのは、もしも年内にガンズ&ローゼズのニューアルバムが出たら、アメリカ全国民にドクターペッパーを無料で配布する。なんでそんなこと言い出したの？すげえな、アメリカ。そんなキャンペーンをもう打ち出しちゃったわけ。面白いね。そしたらですね、なんと、実際に17年ぶりにですね、新しいアルバムをね、出しちゃったんですよ。出しちゃった。どうなった？そしたらね、まあそこはドクターペッパーも約束守んなきゃいけないから、無料で配ったんだけどね。もうそこはやっぱりそのホームページに人がもう殺到して、なんかサーバーダウンしちゃったりとか、結構お祭り騒ぎみたいになったんだよね。いい宣伝効果になったんじゃない、むしろ。まあそうだよね。でまあそれでちょっとね、揉めたりとかもあったらしいんだけど、勝手に使うんじゃねえよみたいな、俺らの名前。いやお前続編のおかげで出したんだろって言ったけどな。確かに。尻に火ついただろう。そうだよね。でまあそんな話題にコート書かないアクセル・ローズなんですけれども、アクセル自身はね、やっぱりちょっと生い立ちとかがね原因で双極性障害とかがあったみたいで、なんでみんながね自分から離れてっちゃうんだろうってね、本人はやっぱりちょっと自分の性格に悩んでたみたいなんですよ。でもね、メンバーの言葉で、アクセルがもしも世界一気のいい静かな男だったら、ガンズのレコードは1枚も売れなかっただろうっていうね、発言があるんですよ。いい話だな、それ。だからやっぱりね、独裁者であった彼のね、傍若無人ぶりとね、そのカリスマ性っていうのはやっぱ表裏一体だったってことですよね。そうなんだよね。本田も触りたいな。無理だな今からな。ちょっと自分勝手ぐらいの方が惹かれちゃったりするんだよね、やっぱり。面白いからそっちの方が。そして最後は、怒涛の首切り天才ギタリスト、リッチー・ブラックモアですね。怖っ。ディープパープルとかね、レインボーとかで活躍した人物で、まあハードロックを語る上ではもう絶対欠かせないね、まあすごいギタリストなんですけれども、メンバーを首にするのももう伝説レベルなんですよ。そんな。ディープパープル時代からね、その音楽的にもね、権力って意味でも力を発揮してたリッチーなんですけれども、あのね、徐々にディープパープルの中でね、ちょっと力が弱まっちゃって、ついにはですね、リッチーがどうしてもカバーしたいって言ってきた、持ってきた曲をですね、メンバーから却下されるっていう事態が起こっちゃったんですよね。それまではね、もうあるまじきことだったんですけれども、そこでですね、リッチーはですね、ディープパープルを脱退してね、もう自分の王国を作り上げちゃうんですよ。拗ねちゃった。そう。その名も、リッチー・ブラック・モアズ・レインボー。まあね、後々これはレインボーっていうバンド名に変更されるバンドなんだけど、このバンドを所有してるのは誰なんですかっていうメッセージがね、すごい伝わってくるでしょ、この名前から。所有代名詞みたいなのつけちゃってるんだよね、バンド名に。俺のレインボーだから、リッチーからしたら。自分の好きなメンバーを選んでね、バンドを結成したんですね。で、なんとですね、それからの活動期間で、バッサバッサと首を切りまくってですね、脱退したメンバーの数はなんと23人。マジ過ぎだよ。ウィキペディアすごいことになってるんだよ。元メンバー。そうそうそう。なってんのかな。で、レインボーはね、近年もね、ツアーを行ってて。で、一番その最近のツアーの際はですね、ベースとキーボードはもう7人目。ドラムに至っては8人目のメンバーチェンジが行われた。納得いかないよな、ドラムは。納得いかない。
で、ボーカルもね、すでに5人目。ボーカルの5人目ってもすごいね。だからボーカル変わったらもう印象も変わっちゃうじゃないですか。そうね、だいぶ違うよね。でもコロコロ変えちゃうのよ。すごいね。うん。しかもね、その理由も例えば髪切ったからとか。お前ハードロッカーのくせに何単発にしてんだよっつって、殴ってやめさせるみたいな。強よ、うん、独裁者そのものですよ、ね。そうだね、うん。さっきさ、各パートでも怒涛の首切りがもう行われたと言ったけど、うん、レインボーのギターのさ、メンバーチェンジは何回行われたと思いますか？リッチーだけじゃないの？ゼロ回じゃない？ゼロ回じゃない。そうじゃない。まあそうだろうな。そりゃそうだろう。そこいなくなったらもう誰なの？全く別のバンドだから。そうそうそう。うん、でまあ逆にもうそこまではっきりしてるとうまくいきそうだよね。知ってるじゃん、まあ、ううみんな。っていうことね。で、それでもついていきますよっていう人しかもう多分入ってこないからね。なるほどな、うん。憧れるね。憧れるほど。そういうやつなんだね。実力で。おまぬちゃんブラザーズ。ああ、でも首って切れなくない？いや、そうだよ、ね。やっぱその立場としても、一緒に頑張ってきたわけでしょ？うん。まあ、次の紹介してあげてんじゃない？いや、でも、やりたいっすってなったらどうする？なんかそういうやつは嫌いだわ。うーわ別に切れる。切れる切れる。うーわそこまで来てくれたら逆に切れる。うん。こうね、なんか自分の作品を完成させるために、まあ、確かになんかこう、泣いて馬謖を切るじゃないですけど。うんそれうん、ちゃんとそこにこだわりがあるっていう、ね。うん、それはすごいと思うな、うん、ああ、確かに、ね。偉い。まあね、皆さんもね、まあ、カリスマみたいだなって人がいたらね、ちょっと注意してください、皆さんも。なるほど、首切られるかもしれない。うん、逆にね。逆にそういう人って危ないから。仕方ある。うん。まあまあ確かにね。そう。そういう動画なんだ今日、うん。そう。いい動画だね。あとそういう人の前ではいきなり単発にしないように。本日も動画を最後までご視聴いただき、誠にありがとうございます。YouTube のチャンネル登録がお願いしたいっていう思いが常にあります、はい、でも無理しなくても大丈夫です池田今日の権力者あるある権力者胸が開いた服着がちそうなのみんなそうだった今回の3人は